岸田総理大臣が掲げる異次元の少子化対策で児童手当の拡充をめぐって支給年齢を18歳まで引き上げた場合に今ある扶養控除を見直す案が浮上しています。岸田総理は来年度からの3年間を少子化対策に集中して取り組む期間として年間3兆円規模の予算を追加する方向です。目玉政策として児童手当の所得制限を撤廃するほか第3子以降は1人当たり月額3万円に倍増する方向で調整しています。また支給年齢を18歳まで引き上げる方針です。しかしその場合は政府関係者によりますと現在は16歳以上の子どもを扶養する際に所得額から1人につき38万円の扶養控除がありますがそれをなくす案が浮上しています。